ちょっと痛いかも。いけます。レッツゴー。Hey guys! What is going on? カイアンです。今日もタイトルから見たら分かる通り Vlog を撮るんだけど、今日の予定は友達とご飯行って塾行って、ほんとそれぐらいかも。でも今日ランチしに行くところは自分がすごい気になっているところだから、それも撮りたいと思っているし、あと古着もちょっと見ようかなと思ってるので、今日の Vlog はそんな感じです。友達から会う予定が12時で、もう11時過ぎなんだけど、今さっきシャワーから出てきて、髪の毛も今から少し乾かしてコンタクト入れて、洋服のコーデも紹介したいなと思ってるので紹介したいと思います。でも今日結構さ、曇りっぽいんだよね。あんま晴れてないからフーディーとかかな着るの。まあ、とりあえずちょっとコーデ紹介します。今日のコーデは結構シンプルで、このワイスリューのフーディーに黒いバギージーンズを合わせます。このバギージーンズは僕が持っているディーゼルのバギージーンズとすごい形が似ていて、色違いのがちょうど欲しいなと思ってこれを着てます。これすごい履きやすくておすすめです。よし、今日のコーデはこんな感じ。そしてコーデが黒っぽいしちょっとつまんないなと思うから、赤いと白のニューバランス550で合わせようと思ってます。よし、じゃあまず髪の毛乾かすよ。こんな感じでいいかな。新しいコンタクト購入したので。コンタクトね、なんかメガネも最近買ったんだけど、コンタクトの方が作業しやすいからコンタクトの方が気に入ってるかな。なんか前購入したコンタクトがすごいとっても分厚くて、結構入れるのに、目の中に入れるのに時間もかかったし、目も乾燥すること多かったけど、このコンタクト薄いから入れやすくて嬉しい。それも着替えないと。よし、じゃあ歯磨きもコンタクトもスキンケアも終わったっていうことで、今から着替えていきたいと思います。よし、コーデにも着替えたので、またいつものアクセサリーをつけたいと思います。クロムハーツの指輪とニコニコちゃんの指輪とディーゼルのブレスレットをつけます。なんか今日ランチするところはすごい人気なところらしいから入れるといいんだけど、ね、じゃあ今から全身コーデ見せたいと思います。コーデこんな感じです。フーディーにズボン、かわいいでしょ。もう結構今日はシンプルな感じで動画回してます。ここ昨日さ、ここ怪我しちゃったからちょっと絆創膏貼ろうかな。ちょっと痛いかも。絆創膏貼ります。なんか昨日結構ここヒリヒリしてて、今日も朝ちょっとヒリヒリするなと思ったので。なんか顔怪我すのってあんまなくね。よし、今日はプラダのカバンを持っていきたいと思います。このカバンの中にまずワセリン、お財布、エコバッグ、ミンティア、あと携帯、携帯ケース買いました。どう？これさ、温度で色変わるんだよ。赤だよね、今超黄色になるの。かっこよくない？これも持っていきます。あとイヤホンも持っていきます。あと目薬、あとサングラスも持っていこうかな。 Let's go。 ちなみに今日履く靴はこのニューバランスの550です。よし、今昼ご飯を食べ終えて、これからちょっと古着を見ようかなって思ってるので金次さんに来てます。よし、じゃあ、よし、今からちょっと小腹が空いたのでまたパンケーキを食べます。すごいイチゴがたくさん乗ったやつを頼んだから見せるの楽しみ。よし、今少しお家に帰ってきました。今の時刻は3時過ぎで、3時半ぐらいに塾行かないといけないから
それまでにちょっとお家でゆっくりしてます。ちょっとあったかいからフーディー脱いだ。でも今日さっきパンケーキ食べて、古着も少し見て、あと他何したっけ、あとお昼ご飯も食べたので結構今日は充実してる。じゃあこの後ちょっとゆっくりして塾行ってきます。今外から帰ってきました。夜ご飯も外で食べて、昼も外で食べて、1日で外で2回食べることはあんまりないんだけど、今日久しぶりにそうしたかも。でももう夜も遅いので今日はもう寝ます。最後まで動画見てくれてありがとうみんな。今日は本当に古着も少し回って、お昼ご飯も外で食べて、あと友達にも会えて、夜も外でご飯食べれたのでとっても充実した一日でした。あと塾も行ったので、最後まで見てくれてありがとうございます。またチャンネル登録、高評価とコメント待ってるね。みんなありがとうね。じゃあね、おやすみなさい。